チョインソン&AOA ソリョン出演映画アンシソン10月3日に舞台挨拶が決定。写真イコールマイデイリー DB 映画アンシソン監督キムクアンシクが韓国での公開。10日目を迎え、興行1位を維持しながら、観客動員数400万人の突破を目前に控えている中、10月3日、水曜日の建国記念日にサプライズ舞台挨拶の実施が確定した。映画公開から2週目の現在も興行ランキング1位を記録しているアンシソンは、全世代の老若男女から大きな支持を得ており、国民的に愛された映画としての足場を固めてきている。このような観客の爆発的な愛に対し、チームアンシソンが感謝の挨拶を伝えるために、10月3日にソウル地域で舞台挨拶を行う。アンシソンは東アジア戦争史で最も劇的で偉大な勝利に挙げられる88日間のアンシソン戦闘を描いた超大型アクション大作映画だ。